平野紫仕様の869万円ロレックス超える高級時計、一流の腕時計コレクションの謎に迫る。こんにちは、読者の皆様。今回は、元キングプリンスへの一員であり、日本のエンターテインメント界を席巻してきた平野紫仕様の高級腕時計コレクションについて真ンクしてみたいと思います。彼の腕時計には何が隠されているのでしょうか 稼ぎと共に成長してきた彼のファッションセンスを探求し、一流の腕時計愛好者になる方法をご紹介します。平野仕様のスタイルと高級時計の相性。平野仕様は、その華やかなエンターテインメントキャリアだけでなく、一流の腕時計コレクターとしても知られています。 彼の右腕に着用していた白い高級腕時計が SNS 上で話題となり、多くの人々がその輝きに魅了されました。この腕時計は、米高級ブランドであるハリー・ウィンストンの一品で、その価格は驚異的です。SNS 上では、オーシャンバイレトログラードオートマティック 36mm と、オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm など低下。 800、80 7万円や1100、7万円に匹敵するとの指摘が相次ぎました。これほどの高級腕時計は、平野仕様のスタイルに完璧にフィットしており、多くのファンからは、平野くんにはこれくらいの時計でないと似合わないよね、という意見が広がっています。一流のファッションアイコンへの道、腕時計愛好者にとって、腕時計は単なる時間を知るための道具ではありません。 それはファッションステートメントであり、個性を表現する手段でもあります。平野仕様はこの事実を熟知しており、彼の高級腕時計コレクションはその証です。平野は腕時計好きであり、彼のインスタグラムに投稿された写真でも、サバンに高級腕時計を堂々と見せています。この腕時計は定価869万円のロレックスの一品で、 彼のファッションセンスと一体となっています。その輝きは彼の成功と個性を象徴しており、多くの人々が彼の趣味に感銘を受けています。結論。平野仕様の869万円を超える高級時計コレクションは、彼の成功とファッションセンスを物語る魅力的な一部です。これらの腕時計は、彼のスタイルに完璧に合致し、 彼がファッションアイコンとしての地位を確立するのに一役買っています。また、これは彼のファンや腕時計愛好者にとって一流のファッションセンスを学ぶ良い機会でもあります。読者への挨拶、平野仕様のファッションセンスと高級腕時計への情熱を共有していただき、ありがとうございます。 彼の腕時計コレクションにはさらなる興味深い事実や発見が隠れているかもしれません。一流のスタイルを追求し、成功を収める方法を探求する過程で、彼の腕時計愛好家としての魅力を共感していただければ幸いです。